インターネットテレビウィル増刊号の山根です。本日7月26日火曜日は月刊ウィル9月号の発売日です。で、購入リンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひお買い求めください。今ですね、予約殺到しておりまして、まあ、ほぼ完売ペースと聞いておりますので、ぜひお早めに。表紙を見てもらったら分かる通り、まあ、今月は、まあ、安倍晋三総理の追悼特集号なんですね。丸ごと一冊安倍晋三ということで、7月8日金曜日、あの事件、銃撃暗殺事件が起こった後ですね、まあ、その締め切りまで、まあ、約10日しかなかったんですけども、もう総力取材、もう寝る間もなくやらせていただきましたと。この安倍政権、安倍総理の政策的な評価はもちろんなんですけども、それはご存知の方もまあ多いと思うんで、どちらかというと、まあ、人間性であるとか人柄に触れられるような内容に、まあ、重点を置こうかなと思いまして、まあ、記事作成取り掛かりました。でやはりこうインタビュー寄稿あるいはまあ対談をやっていただく中で、まあ、それぞれまあ冒頭で安倍さんへの思いというものをまあ語っていただいたんですね。で、まあ、安倍さんにお会いしたことがある方はもちろん、親交の深い方もたくさんいらっしゃいますが、お会いしたことない方でもやはりそれぞれの安倍晋三体験、まあ、私の中の安倍晋三みたいなものがあるんですよね。で、まあ、そのいろんなお話を聞くにつけ、やはり改めてこう不正室、まあ、唯一無二の政治家だったのだなと思った次第です。安倍総理の生前の政策的評価であったり、まあ、人柄はもちろんなんですが、やはりやっぱり事件にも焦点当てないといけないと思うんですね。で、まあ、なぜああいう暗殺がこの令和の日本で起こってしまったか、そしてその事件報道、7月8日以降のメディア報道いかがなものかというテーマでも、記事取り揃えております。今事件から2週間以上が経ちまして、そのメディアが焦点を当てているものっていうのが、まあ、例えば警備、まあ、公安の問題からどちらかというと統一教会と政治の関係に移ってきていると思うんですよ。というより、まあ、今は私が例えば報道ステーションを見る限り、そういった問題がほぼ全てなんだと思います。ただそれでいいのかと、これ矮小化していないですかね。でもちろん例えば統一教会って非常に問題のある新興宗教ですよね。はっきり言ってカルトと言っていいと思います。個人的にもこの統一教会っていうのは、まあ、信者の方々、まあ、はっきり言って被害者がたくさんいる、まあ、カルト新興宗教だと思うんで、そこと自民党とのつながりっていうのははっきり言って見直していただきたいですが、そこから例えば公明党と創価学会はどうなの、これって政教分離の問題をもし論じるのであれば、そこまで踏み込む必要があるでしょうし、統一教会だけに焦点を当てると、これ犯人であったり、これ奈良県警の思うツボなわけですよ。まあ、これからいろいろと出てくるかもしれませんが、犯行動機の中に政治思想左派的なものはなかったのかと。これもしあるとすれば、これ政治テロを防げなかったとして、これ警察の責任重大ですよね。そして犯人としても単なる宗教の恨みで殺すよりも、こう政治的な思惑があって計画的に準備をしていたとすれば、これ刑も重くなりますよね。メディア野党をはじめとする左派勢力にとっても、左派的な政治思想に染まった犯人による犯行だとすれば、これ都合が悪いですよね。そのあたりをうやむやにせずにフラットに報じていただきたいと思います。で、岸田政権、岸田総理が、まあ、勇気あると言いますか、まあ、真っ当な判断を下して、国葬を決定しましたが、いまだに立憲民主党、共産党、また、まあ、自称知識人をはじめ、果たしてこの安倍晋三という個人を悼むために税金、まあ、数億円を使うべきなのか否かという議論してますけど、もう決まったことなんですから。選挙、民主主義によって決まった自民党政権で、岸田内閣が下した決断なんですから、民意に他なりません。今さら何を言っても無駄です。で、ここから考えるべきは、じゃあ国葬をどういった形にするのかということですね。なるほどなと思ったのが、門田隆昌さんと有本香里さんに対談いただきましてね、これ門田さんと有本さんがその9月に国葬が行われることになったら、海外の要人をどのように招待すればいいのかというのをこう激論いただいたんですね。で、こういうやり取りがあったんですね。門田さんがこう国葬で注目すべきは習近平の出欠だと。で、まあ、くしくも今年は日中国交正常化50年にあたる。で、習近平は秋に、3期目に道筋をつける共産党大会を控えていると。でも、さまざまな日中双方で思惑がある中で、来日するとなればどうなるのか、気になるのは台湾ですよね。
で有本さんこんなことをおっしゃってます。安倍さんとの親交が深かった蔡英文総統を招待しなければむしろ不自然ですと。ただ不安材料は外務省で、外務省が中国政府に無駄な忖度をするようなことがあれば、蔡英文氏も、頼清徳氏も招かれないっていうことも、まあ十分にありますよね。で有本さんはさらに台湾だけではありません、ウイグル、チベットはどうするのかと。で一方自由社会の敵となったロシアの、領袖プーチンをどうするのか、全ては岸田首相の決断次第ですと。難しいですよね。チベット、ウイグル、ダライラマ方は今まあご高齢で、まあ、健康上の理由などもあってなかなかこう来日っていうのは難しいかもしれないんですが、それでもまあ代理の方をまあ来てもらう、まあ、招待するっていうのはまあ当然といえば当然だと思いますし、ウイグルもそうですよね。でプーチン大統領の扱いも非常に難しいと。今そのプーチンはまあ国際会議を締め出されているような状態なので、まあ、プーチン大統領が来ることによってアメリカ、イギリスであったり、まあ、その西側諸国の、首脳が来ないとなればそれも問題ですが、そのあたりの調整、それも全て岸田政権、岸田首相の手腕にかかってるわけですよ。で最後に唐田さんがこう締めておられます。いかなる忖度も不要ですと。国葬出席に必要なのは安倍さんへの敬意のみ。その条件さえクリアしていれば、死の後の言わずに全員招待すればいい。トランプとバイデン、ゼレンスキーとプーチン、そして蔡英文と習近平、日本で会談をセットできれば世界が平和に近づく。そして誰よりも安倍さんがそれを望んでいるはずですと。でこの門田さんと有本さん の, この非常にこの有意義な対談、まあ、今後まあ国葬を考える上では非常に参考になるんじゃないでしょうか。そしてもう一つ気になるのが、こう安倍晋三亡き自民党岸田政権の行方ですよね。これまでまあ岸田政権は親中ではないかと、財務省寄りではないかと言われていても、まあ、結局その裏から安倍さんがなんとか右側に引っ張ってくれるだろうと、まあ、いわば甘えがあったわけですよね。でその安倍晋三という存在がいなくなった今、自民党はどこに行ってしまうのかと、私もまあいろいろと考えるんですけどね、まあ、この保守派もざっくり言えばこう3派に分かれると思っていて、でまず一つがまあ高市さんですよね。でまあ政策であるとかまあ国家観においては安倍さんと最も近い、安倍路線を継承しておられる方だと思います。この高市さんをいわばまあ安倍さんに代わる形でまあ岸田政権をより保守の側、真っ当な側に引っ張る役割を期待するというのがまあ一つですね。でもう一つが、このそれでも安倍さんがいなくなってしまった以上はもう岸田総理、もう高い支持率でこの黄金の3年間というのをまあ迎えると言われています。であればもう岸田政権に何とか頑張ってもらうしかないと。白川司さんなんかはまあこの考えでしょうか。で最後にもう一つがですね、まあ、自民党最大派閥清和会、まあ、安倍派だったものが空中分解するんじゃないかと。でそれを何とか押しとどめて、まあ、保守を一つにまとめる役割を担うことができる政治家といえば菅義偉前総理ではないかという考えですね。菅さんは無派閥ですけども、この菅グループという相当大きな塊を率いてますよね。で、まあ、その中には小泉進次郎氏であるとか河野太郎氏であるとか相当どうかなと思われるような面々もいるんですが、保守派をまとめる役割として安倍政権を7年8ヶ月官房長官として支えた菅さんのこの存在感というのが増すんじゃないか、まあ、一つ政界、まあ、政局のキーマンとなるんじゃないかと。政治学者の岩田敦さんもそう指摘されてますが、私もそう思います。そして私が今名前を挙げました高市さんと菅さんは9月号にも寄稿していただいております。ということで月刊ビル9月号安倍総理追悼特集号本日発売です。ぜひお近くの書店でお買い求めください。ありがとうございました。